皆さんこんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日はですね、裁判についてのお話をしたいと思います。私はフィリピン在住8年なんですけども、前職ではですね、様々な通訳の仕事ですとか翻訳の仕事、今でもフリーランスでやっているんですけども、してきました。その中でですね、フィリピンのダバオとなりますと、なかなか通訳翻訳できる日本人っていうのはですね、能力的にあったにしても他の仕事してできないとか、なかなかプロとしてですね、仕事をできる人が少ないので、裁判の場でもですね、当時そんな実力はないなと思いながらも、他にやる人がどうしてもいないからっていうので、初めて裁判にドキドキしながら行ったことを覚えています。それ以来ですね、結構裁判の通訳してほしいという話が来るようになりまして、これまで様々な裁判の通訳を経験してきましたので、その経験を通してですね、今回はフィリピンで裁判は撤退するなというちょっと強めのタイトルですけども、なんでそうなのかっていうお話をさせていただきたいと思います。3つの理由があるんですけれども、1つ目ですね。1つ目の理由は、時間がかかるということですね。本当に時間がかかります。フィリピンの裁判はですね。もう裁判自体がですね、4、5年かかると言っても、これは大げさではなくてザラにあると思います。裁判経験された方ならですね、そうそう時間がかかるんだよと頷いてくださると思いますけれども、本当に長期間、裁判の要は最終判決が出るまでですね、もしくは和解するまでっていうのが、すごい時間がかかります。もちろん裁判の案件にもよりますけれども、単純なですね、これはフィリピン人の方の方が多いと思いますけれども、出生証明書のここの日付とか名前が間違ってるから、それを書き換えてほしいと、それを出生証明書にですね、ノート、備考として、これは本当はこうですよって、その一文をつけるだけでも1年ぐらいかかったりしますからね。早くて半年、長くて1年、それぐらいかかります。そういう単純なのでもそれぐらいかかるので、じゃあ本当に民事事件とか中には刑事事件というのもありますから、どんだけかかるんだっていうことですよね。4、5年はザラにかかるでしょう。特に日本人の場合はですね、日本人男性とフィリピン人女性で問題になって裁判だという方も結構いらっしゃると思いますけども、その場合はもう裁判官とか弁護士がですね、もう20年以上かかるから和解しなさいってあちらから進めてくるぐらい、こちらではもう裁判というものは時間がかかるんだと、そういうことになっています。では、なぜ裁判に時間がかかるんでしょうか。それをちょっとですね、深掘りしていきたいと思います。まず時間がかかる理由の一つ目なんですけれども、フィリピンの裁判はですね、英語で行われています。フィリピン人は英語喋れるからいいじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際オンライン英会話の先生とかフィリピンの人多いですからね。ただですね、意外と英語話せないフィリピンの人って多いんですよね。特に年配の方、学校教育でそんなに英語をしっかりやってこなかった方とか、学校行ってもですね、卒業したらやっぱり普段英語使わないって方はそんなに英語得意じゃないんですよ。で、しかも裁判じゃないですか。重要なもう人生に関わるようなことを英語で話すっていうのは難しいので、なんとですね、フィリピンの裁判所では通訳がいます。これも私みたいな外からの通訳じゃなくて裁判所の中にいる通訳兼他の裁判所の中にいる職員なんですけども、通訳の仕事をしながら裁判所の事務的なこともやるというそういう人がいるんですね。なので、例えば裁判官と弁護士と検察官はもう必ず英語ができなくちゃいけません。はい。なので、英文学科卒業して法律勉強して弁護士になるという方もいらっしゃるそうです。なので、その3人は問題ないですね。で、その3人の人が質問とかしますよね。例えば原告とか被告にあなたはいつ、どこで何をしたんですかとか、そういう質問がありますよね。それに対して、英語で答えられない場合、タガログ語とかビサヤ語とかで答えたりします。私が住んでるところはミンダナオ島で、ビサヤ語を喋る人が多いので、ビサヤ語で答える人が多いです。結構ですね、警察官で証人とかでもしくは被告になっていく場合でもやっぱり英語よりもですねビサヤ語で話すっていうのを見るパターンが多いですね。その場合裁判官が英語で質問します。で、英語の質問の意味がこのフィリピンの人がわからなかった場合通訳が入ります。英語で言ったのを例えばビサヤ語にします。で、ビサヤ語で答えます。で、ビサヤ語言ったのはみんなわかるんですよ。フィリピン人なので。同じ地域の人だったらわかるんですね。ビサヤ語みんなわかるんですけども、それをまた英語でこの人が言わなくちゃいけないんですよ。回答の短い長い関わらずですね、必ず英語で言わなくちゃいけないと。すでにみんながわかってるにも関わらず。これ日本に置き換えてみたらわかりやすいと思うんですけども、はい、日本で裁判行きました。みんな日本人です。ただ、裁判は英語でやらなくてはいけません。で、裁判官、弁護士、検察官は英語がわからないとなれませんと。ただ、日本人の人、英語できない人も結構いますよね。というか、ほとんどできないですよね。その、話す面では。じゃあ、裁判官がいきなり英語で、あなたは、なんでこんなことしたんだって、英語で質問します。それで、
英語はできない、日本語で答えます。そもそもその質問の意味がわからないから通訳が入ります。日本人の通訳が入って英語に通訳して答えは日本語で言う。ただ周りの人は日本人なんでみんな日本語わかってますけども、それをまたこの通訳が英語で答えるんですね。なんでそんなことをするかと言いますと、記録ですね、記録を英語で残さなくてはならないという法律があるので、そういうことになってるんですね。なのでもう二度手間三度手間ですよね。まあわからないとこ通訳するならわかりますけど、答えてる内容みんなわかるのにそれをもう一回通訳しなくてはならないと、でそれを記録されるという、そういったことでですね、普通の裁判でもやっぱ倍以上の時間が通訳が入るからかかることが多いんですね。まあ英語できる人が来れば英語で済ませられますけども、多くのフィリピンの人は結構裁判の英語となるとやっぱ緊張もしますし、通訳やってほしいという人が多いようなので、はい、それで時間がかかっています。そしてフィリピンの裁判で時間がかかるという理由の2つ目ですけれども、こちらはドタキャンが多いです。はい、ドタキャンが本当に多いんですよ。もう何度経験したか分かりません、ドタキャンです。これは誰のドタキャンかと言いますと、まあいろいろなドタキャンがあるんですが、まずは裁判の日に裁判所に行っても裁判官がいないという、そういうドタキャンがあったりします。これは私もう本当に 1,2 回じゃないですね、経験したのは。しかもダバオ市でもそうですし、私はダバオ市以外でもディゴス市とか隣のパナボ市とか、このダバオ市の周りの裁判所、まあ1時間とか2時間かけて行く場合もあるんですけども、そうやって例えば2時間以上かけて行ってですね、朝早くダバオ市出発して、朝8時半には来いと言われたんで6時前に出発して、ちゃんと時間通りに行ったらですね、今日は裁判官が急遽マニラでの会議で出張でいないので今日は裁判ありませんって言われるんですね。はい、本当にですね、準備して気持ちも準備もそうですし、通訳とか証人で行ったりするので、そういった書類をしっかり読んで、こうやって答えようと、こうやって通訳しようと思って行ってですね、さあやるぞっていう気持ちで毎回行くんですけれども、はい、今日はありません、また来てくださいってなるんですね。でしかもまた来てくださいが翌日とかじゃなくて結構1ヶ月後なんですよ。もちろん毎日裁判の予定入ってますから、その日がキャンセルになったから次の日というわけにはいかず、だいたい翌月かもっと後になるんですよね。翌月来なさいと言われました。で行ったらまたキャンセルっていうこともまたあったりするんですよ。なのでキャンセルだけで何ヶ月も経ってしまうって、そういうのも結構あったりするんですよね。なので時間がかかります。これはですね、誰に対しても平等にキャンセルされます。例えば裁判あるじゃないですか。でも普段は日本にいらっしゃる方で、じゃあこの日裁判にあるから、出廷してくださいと言われますよね。まあ裁判に出てくださいという連絡はだいたい2週間前から1ヶ月前には来ますので、スケジュール開けて仕事休んで、例えば日本から来ます。で日本から来た場合でもキャンセル起こりうるんですよね、これが。これはもう裁判所にいくら文句を言っても、日本から来てるんだって言ってもですね、もう、今日裁判会内でしょうがないですって言われるだけなんですよ。はい、どうでしょうか、耐えられないですよね。仕事休んでまで来て、また来月で、また来月来て裁判があるって保証はないですからね。はい、またですね、まあ裁判官はいたにしても、相手方の弁護士が来てないとか、証人が来てないとか、その日は証人の尋問だったのに証人が来てないから、じゃあまた来月とか、そういうのも結構あったりするんですよね、人が来てないという。で一回会って面白いと言いますか、こんなこともあるんだって驚いたのは、これも地方の方に2時間半かけて行った時だったんですけども、はい着きました、で裁判官も来ました、じゃあ裁判始まるかなと思ったら、今日は裁判ありません、なぜなら速記の記録の係の人の家族に不幸があって今病院へ駆けつけてるため、その人がいないために今日は裁判自体がありませんと、その日裁判ある人たちにそういったアナウンスがあったんですね。そういったこともありました。日本じゃね、家族がまあ不幸なこともあるでしょうけども、それで病院に行くから裁判ありませんっていうのは結構ニュースになるぐらいですよね。まあ裁判官が急に来なくて出張とか、そういうのもニュースになりそうな感じですけど、日本だったらニュースになっちゃうようなことじゃないかなと思うことがこちらの裁判所では起こっています。はい、以上がですね、フィリピンで裁判をするなという3つの理由のうちの1つ目でした。時間がかかるです。次2つ目ですね。2つ目はこれは私のチャンネルを見てくださってる方は男性の方が圧倒的に多いので、もう9割方男性なので、またフィリピンにこれからいらっしゃる方とか、すでにいらっしゃってる方も見てくださってるんですけども、なので女性とのトラブルですね、これに気をつけましょうっていうのと同時にですね、フィリピンは
女性と子供を守る法律っていうのが共和国法9262条、通称ですね、女性及び児童に対する暴力防止法っていうのがありまして、これがですねものすごく強いんですよ。なのでですね、仮にあなたが、フィリピン人女性と問題になって、まあ例えばお金をですね散々使ってきて挙句に逃げられたとか、また他の男を作って逃げられたとか、そういうことがあったりしますよね。フィリピンじゃよくありますけれども、そういった場合にじゃあもう訴えてやるということで女性を訴えますよね。騙された、信じてたのにということで訴えると、逆にですね訴えられるっていうパターンがまあほとんどです。これはもう常套手段で、フィリピンの弁護士さんみんな知ってるので、この法律があるということをですね、訴えたら、じゃああんたはあの時こういうことしたじゃないかと。これはですね、女性及び児童を暴力から守るという法律なので、これは肉体的だけでなく精神的にもそうなんですよね。なのであることないこと、もしくはないことないこと、あの時こう言われたとか、それで私は精神的にショックでもう夜も寝れなかったとか、痩せてったとか、そういうのを言われるだけで訴えることができるんですよね。しかもこれは1日おきに訴えることができるんですよ。何月何日にこれされました、訴えます。でその翌週の何月何日にこうされました、これでも別件で訴えるって、そういう訴え方ができるのでかなり厄介ですね。はい。まあ、当然法律として女性と子供を守るっていう法律自体はいいんですけれども、これは本当に気をつけなくてはなりません。訴えたらカウンターでやられてしまうと。で、仮に、何もさすがにしてなければ裁判官もバカじゃないですからわかると思うんですけど、結構ですね、ちょっと手が一回出ちゃったですとか、一回喧嘩で興奮してあんなこと言ってしまったとか、結構ひどいこと言ってしまったっていうのがあった場合ですね、それを本当に持ち出されてきて、訴えられてしまって、最悪な場合にはですね、本当に証人がいたときはそれで最悪になりますし、いなくても家族とか友達がその時いたって、フィリピンの人がこっちの弁護士さんに言ったらですね、あ、じゃあ証人いる、じゃあ裁判で出してそれで裁判しようということになっちゃうんですよね。なので本当にこれはですね気をつけた方がいいと思います。なのでフィリピン人女性相手に裁判するのはよくよく考えてからにした方がいいですよということですね。はい、続いてフィリピンで裁判をするなという理由の3つ目です。これが最後になります。こちらはですね、信頼できる、そして仕事ができる弁護士を探すのが難しいという点です。こちらは本当にですね、もしかしたらね、中にはいやいやそんなことないで優秀な弁護士もいるよという、当然優秀な弁護士さんもいらっしゃるんですけれども、結構これまで仕事をしてきて、私の携帯には10件以上弁護士さんの番号入ってるんですが、その中でもし、万が一自分がどうしても裁判を起こさなくちゃならない時にお願いしたい弁護士さんって言ったら、一人か二人、頑張って二人ですね。ぐらい、なかなかですね、弁護士さん、いい弁護士を探すのは難しいのかなというのが印象としてあります。本当にですね、先ほどから申し上げている通り、日本ではありえないことの連続なので、もうフィリピンのことを十分ご存知の日本人のお客さんならいいんですが、普段日本にいらっしゃって、たまたまフィリピンに来た時に事件といいますか、訴えたいことがあって訴えて、基本的に日本にいらっしゃって、あとはこっちで弁護士と話してやってくれとなるとですね、先ほどの裁判が遅れたりだとか、そういうのもいちいち説明しないと本当なのかっていう話にもなりますし、なかなか調整が難しいところがあります。しかもさらに厄介なのが、弁護士さんも弁護士さんで結構めんどくさがったりするんですよね、説明を。それが弁護士の仕事だろうとよく思うんですけれども、お客さんから、特に日本人のお客さんは、で日本にいらっしゃるとね、状況どうなってるんだってすごい連絡いただきますよね。で当然仕事なのでこちらも聞きますけれども、例えば次の裁判とかもう裁判所から出廷命令来ないと何もできないよとかですね、待つしかないんだとか、そういうのが結構多かったりするので、お客さんと弁護士さんのこのあれですよね、テンションの違いに挟まれていることも多かったりします。ということでですね、リスポンスがいい弁護士さんを探すのがなかなか難しい。あとは中には本当に頼りにならない、これ自分でやった方が理路整然と裁判やって勝てるんじゃないかなっていうぐらいの弁護士さんも中にはですね、みんながみんなもちろんそうではないですけども、いたりもしたので、本当にいい弁護士を探すというのは、これは日本でも同じかもしれないですけどね、フィリピンは特に外国人として戦うわけですから、その外国人の側にしっかり立ってやってくれる弁護士を探すっていうのは難しいんじゃないかなと、これまでやってきて思っています。なので、ちゃんと準備をしてくれて、依頼人の声をしっかり聞いてくれて、なおかつ現状をしっかり説明してくれるって、こんな素晴らしい弁護士さんがいたらいいなと思うんですけれどね。いないことはないですよ。いないことないですけど、みんながみんなそうではないですよっていう話です。で、またこれ元裁判官の人に聞いたんですが、フィリピンで裁判するとなんで時間かかるのって、一番目の質問ですけども、したことがあるんですよね。そしたらその元裁判官の人が言ってたのは、残念ながらフィリピンには悪い弁護士がいて、その相談回数とか、法廷に出廷する回数を増やせば、その分お金が弁護士さんに入るので、
で、そうやってわざと伸ばしている弁護士、悪い弁護士も中にはいるんだって、そういう話もしていました。なので、はい、もし裁判しなくちゃならないって時は、弁護士探しっていうのが本当に大事なポイントになると思います。はい、ということで、以上3つですね。フィリピンでは絶対に裁判をするなという理由をお伝えしましたけども、いかがでしょうか？これでもやるぞっていう方、それはもうぜひやっていただければと思います。もう強い意志とですね、本当に、まあ、あとある程度の財力とがないと本当にできないです。今、私が関わってる方もですね、何年も裁判やってますけども、本当に強い意志で、もう自分で考えて、弁護士に頼り切らずですね、自分で考えて勝つんだっていう、そういった考えと行動力を持ってやられてる方もいらっしゃるので、私も本当にそういう方を尊敬してるんですけれども、逆にそういった強い思いとかですね、気持ち、行動力、また財力がないと、なかなかフィリピンでの裁判、特に男女間のいざこざっていうのはなかなか解決するのが難しいです。なので本当にもしね、今裁判をって考えている方は、今日のお話を踏まえて参考にしていただければと思います。まあ、この話を聞いて、これはめんどくさい、無理だと思ったら、これはもうやめといた方がいいと思います。はい。というわけで、私の動画ではですね、このようにフィリピンの情報、また私が住んでるダボ市の情報についてお伝えしています。ぜひ、チャンネル登録がお済みでない方はよろしくお願いいたします。今後もこのような情報をどんどん発信していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。